皆さんこんにちは。おいしい引き出しの英子です。今日はさつまいもパン、ちょっとクリームチーズ入りを作ります。甘く煮たさつまいもとクリームチーズを入れてシフォンケーキ型で可愛く焼いてみました。くるくる巻いた生地を立てて入れると表情も可愛らしくなり、ふわふわに仕上がります。具材が均一になるこの成形、おすすめです。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それでは生地作りスタートです。材料です。強力粉、スキムミルク、砂糖、塩、黒ごま、水、練乳、無塩バター、そして予備発酵用のドライイーストとぬるま湯。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵をします。40度くらいのぬるま湯の中に分量の砂糖の中から一つまみ、3本指でつまむくらい、だいたい 1g くらいです。ここにイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしてブクブクと発酵するまで、このまま5分から10分くらい室温に置いておきます。ちなみにただいまの室温は26度です。次に粉類を合わせます。強力粉、先ほど予備発酵に使った残りの砂糖、塩を入れて空気を含ませるようによく混ぜ合わせておきます。皆さんお気づきでしょうか。私はスキムミルクを入れるのをすっかり忘れていました。すいません、間に合ってよかった。粉類の中にはスキムミルクも入れます。もうね、こういう忘れるのしょっちゅう、やばいやばい。はい、無事にスキムミルクも入りました。空気を含ませるようによく混ぜ合わせておきます。はい、イーストの予備発酵が終了しました。スキムミルクを入れ忘れてバタバタしていたら8分ほど経ちまして、イーストはこんな感じにブクブクに発酵しています。これをくるくると回転させながら生地を作るボウルにジャッと移します。そうするときれい。そこに30度くらいに温めたぬるま湯を加えます。仕込み水の温度は季節によって変わります。はい、先ほど合わせた粉類、これを半分くらい加えます。硬さを調整しながら混ぜていきたいと思います。溶けたら少しずつ加えて、その都度よく混ぜます。はい、粉類が半分ほど入って、生地の様子はこんな感じです。このように滑らかになったらこれで OK です。蓋をしてこのまま室温に10分置いておきます。はい、10分経ちました。ではこの中に練乳と無塩バターを加えます。まず練乳、チューブのものは測りながら入れています。練乳は 20g、バターは室温に出しておくか電子レンジで少しずつ加熱してこのくらい柔らかくしておきます。バターと練乳を少しなじませます。この時少しバターの塊が残っていても大丈夫です。ここに残りの粉を全部加えて、今日は黒ごまもここで加えます。最初はぐるぐる、その後切るようによく混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜ1分間。容器を立てて上から手で押さえて、ヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。はい、1分ほど混ぜると生地の状態はこんな感じ。硬いかなと感じるときは水を少しずつ足して硬さを調整するようにしてください。ボウルの周りをきれいにします。ヘラについた生地もきれいに落とします。そしたら下から上へ返すように生地の表面を整えます。だいたい20回ぐらい返します。蓋をしてこのまま室温に20分置いておきます。寒いかなと感じるときは30度から35度くらいの暖かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。20分経つと生地はこんなに伸びるようになります。では1回目のパンチを行います。
今日はパンチ3回です。オイルをちょろっと垂らします。生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして20回ほど折りたたみます。伸ばして切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。向きを変えて伸ばして切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。これを繰り返します。20回ぐらい伸ばして折りたたんだら、生地の表面を張らせるように整えます。蓋をしてまた20分室温に置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。2回目のパンチは伸びにくいので、伸びにくかったら5、6回で OK です。生地の表面を張らせるように整えます。してまた20分室温に置いておきます。はい、20分経ちました。では3回目のパンチを行います。パンチはこれで最後。ふっくらしてめっちゃ可愛い。ひっくり返してポンポンして5、6回折りたたみます。表面を張らせるように整えたら、2倍になったのが分かりやすいように平らにならします。蓋をして2倍くらいの大きさになるまで温かいところで一時発酵させます。このタッパーをお使いの方は生地が蓋につくくらいが目安になります。今日は熱いお湯を入れたカップと一緒にオーブンの庫内に入れて発酵させたいと思います。ではさつまいもの甘煮を作ります。このさつまいもはちょっと細身なんですけど、私の手のひらと比べるとこのくらいの大きさ、 150g から 170g ぐらい、量はお好みで大丈夫です。これね、もうすでにきれいに洗ってあります。この端だけ落とします。5分ほど水にさらしておきます。5分ほど経ちましたので水を切ってきます。水気を切ったさつまいもを鍋に入れます。砂糖を大さじ3杯、水を 100g、 塩1つまみ、レモン汁ほんのちょっと、これを煮ていきます。沸騰するまで強火、沸騰したら中火で5分ほど煮ます。5分経ったら火を止めて3分間放置します。3分経ったらザルにあげて水気を切って冷まします。これでさつまいもの甘煮の完成です。これはこのまま食べても美味しいです。はい、一時発酵が終了しました。見えますか？蓋につくくらいまで元気に発酵しました。今日は30分くらいでこのくらいの大きさになりました。こんな感じ。では重さを測ります。 506g でした。ガスを抜きます。今日は7分割、1つ 72g に重さを揃えます。はい、同じくらいの重さに揃えました。では丸めます。
時そこはしっかり閉じなくても大丈夫。固く絞った濡れ布巾をかぶせて15分ほどベンチタイムを取ります。ベンチタイムの間に具材の準備をします。さつまいもの甘煮は水気をよく拭き取って7等分にしておくとこの後とても楽ちんです。続いてクリームチーズ、キリのクリームチーズを3つ使います。こちらも7等分にしたんですが、恥ずかしくなるほど雑ですね。1つあたり 2g ほどになりますが、適当で大丈夫です。今日はこの17センチのシフォン型を使います。内側にバターを塗ります。バターはね、このくらい適量です。はい、これで準備 OK。 はい、ベンチタイムが終了しました。それでは成形します。両面に薄く粉をまぶして、手でガスを抜きながら少し広げます。綺麗な面を下にして綿棒で伸ばします。綿棒は中心から上、中心から下へ転がして伸ばします。こう一回浮かせてね、こういう風に形を整えるととてもやりやすいです。大きさの目安は長さが20センチぐらい、カードが2枚分くらい、横の幅は8センチくらいです。で、さつまいもを乗せます。で、ここにクリームチーズをちぎりながら乗せます。適当な大きさで大丈夫です。そしたら巻いていきます。いつもはこの表面を張らせるようにやるんだけど、今日は張らせなくて大丈夫。ただこうやってゆる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 と巻けばこれで OK です。巻き終わりはつまんで閉じておきます。はい、これで OK。 こんな感じでね、さつまいもが顔を覗かせています。それでは型に入れていきます。巻き終わりをこの内側に沿わせるような感じで縦にこうやって入れていきます。面白いでしょ。巻き終わりをこの中の筒のところに合わせるような感じ。さつまいもが出ているところが上の方がいいかな、ね、この方がいいや。全部入ったらこう少し押し込んで高さを揃えます。はい、こんな感じで OK。 表面が乾燥しているような時は少し霧吹きで湿らせておきます。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で30分ぐらいから様子を見たいと思います。この生地がね、型からちょっと出るくらいまでを目安に発酵させます。固く絞った濡れ布巾をかぶせて行ってきます。最終発酵が終了しました。35度35分で出してきました。オーブンは180度に予熱をスタートしています。生地の状態はこんな感じです。1センチから 1.5 センチぐらい出ています。今日は強力粉を上に振って焼こうと思います。表面が乾くまで、このまま少し置いておきます。はい、そろそろ予熱が完了する頃です。このように押してみてへこんだまま元に戻ってこなければ発酵完了の合図です。では強力粉を振ります。では170度から160度で25分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。170度で15分、160度で10分、合計25分焼きました。途中でアルミホイルをかぶせて焼き色を調整しました。これで完成です。
シフォンケーキ型で可愛く焼くさつまいもパンはいかがでしたか？さつまいもの甘さとクリームチーズの味がしっとりふわふわの生地ととってもよく合います。ここまでご覧いただいた皆様、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも良かったと思ってくれた方は、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。